ベアリングくるくる島の皆さん、こんにちは。ウーアチャンネルのしろっこでございます。よろしくお願いします。今回はですね、じゃあね、ベアリングについてご紹介させていただこうかなと思います。はい、ね、もう見ていただいたら分かる通り MRF さんにね、作っていただきました。こちらのね、加工ローラーなんですけど、最初はね、すっげー回ってたのよ。でもね、走らせてるとさ、あんまりこうやって回らなくなってくるんですよ。悲しいですよね、これね。ということで今回はベアリングのね、洗浄をやっていくんですが、まあそれはね、もう当チャンネルで何回も何回もやったんで、正直もう見飽きてるかなと思いまして。でね、ベアリングってどうやったらね、まあ、回転ドライの状態でさ、ベアリング殺さないで維持できるんだろうと調べてたら、どこ見てもオイル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 と、ベアリングオイルを使いなさいよっていう記事ばっかりなんですよ。いやいや、俺はドライ派だからと、ベアリングドライ派だから、そんなことはやんねえよとね、シロッコはドライ派だからドライで行くんだ。ちょっと今日からオイル派になろうと思います。はい、こちらなんですけれども、ゆとりレーシングさんから出てるベアリングオイル、こちらね、フォースラボさんの方に遊びに行った時に売っていた商品なんですが、いろんなね、サイトとか、まあ、ブログ等を見てもね、すごい評判のいいベアリングオイルです。ですので、まあ、これをね、塗ることによって回転率がね、アップすることはないよ。基本的にね、ベアリングオイルって回転数が上がることはないからね。だからドライの状態からどのくらいね、変化が生まれるかっていう話なんですよ。ドライの状態が一番回ってオイルを塗るとかなり回転数が落ちるよとかだったら、まあ正直そこら辺のオイルと変わらないんですけど、これはね、なんとドライの状態からあんまり回転数変わらないと。でさらに、まあ要は被膜ができるからベアリングが死ににくいと、ロングライフでなおかつ高回転というね、ベアリングオイルになっております。いや、まあ使ってないからなおかつ高回転とか言いにくいんだけどね。それではね、早速開けてみましょう。ベアリングパカッツ、お、そういうことか。あ、いいいい、入れ物もね、ちゃんとこうチャックがついてて、おー、これか。ちょっと出してみましょうか。どんな感じになってんだろう。くるくる回すと、え、取れ、え、どういうタイプこれ、どういうタイプよこれ。え、蓋の取り方が分かりません。助けてください。蓋の取り方、え、どうなってんのマジで。え、ジェットエンジンに使用でも被膜切れに耐える強固な性能、粘度は水と同様同等、耐熱温度は400度にも及ぶ、超高回転超高荷重で常に過酷な環境下で秒速16メートルを超えるフェンスカーの世界で世界記録保持者による長期間の検証を経て市販化、一発の回転力が必要な時に有効。いやいや、そういうことじゃないんだよね。はい、それではね、本来の使い方に移りたいと思います。まあこんな感じで回らなくなったベアリングにそのまま一回垂らしてみましょう。まずはよいしょ、はい、そのまま一回垂らしてみました。え、むしろ回るようになった。まあまあ最後キュッとは止まるけどね。あれ、むしろちょっと滑らかになったな。え、回る回る、え？でね、多分動画では聞こえないと思うけど、さっきまでね、スーって音鳴ってたんですけど、そのスーっていう音がなくなった。あ、ゴイスー、ゴイスーなんじゃないかこれ。ちょっとベアリングをじゃあ新品に変えてみましょう。はい、古いベアリングが取れました。そしたらこちらね、新品をね、脱脂したやつが何個かありますんで、この中のやつと入れ替えてみますか。回る新品であってほしいんですけどね。
はい、ここに置いてあるのが先ほどのベアリングね。一応先ほどの動画と比較しながら、見ていただきたいなと思います。まずは、こちら脱脂しただけのベアリング、よいしょ、いやまあ結構回るな、うん、あ、これマイクどこだ、マイクに近づければ音聞こえるかも、聞いてて静かにして、なんとなく聞こえるよね、はい、なんかそこまで回るやつ、なんかカラ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 言ってるからそこまで回るやつはないんですけど、でもこんぐらいがねいいよね、1分とか2分とか回られるとちょっとちょっと撮影とみんなで一緒に数えるのめんどくさいからね、まあ、だいたいこのぐらい回るベアリングです、ダッシュが終わってから、はい。そしたらここにゆとりレーシングのオイルをとと、あ、すっごい出た、いきます、ちょっとなじませよ、ちょっと軽く、あ、すごい、いきます、あれ良くなったんじゃない、さっきより全然良きよ、これすごいんじゃないか、これは商品としてはものすごいかもしれない、ちょっと待って、全く回らないやつ探してみよう、これねもうだいぶ使って、あーこれすごいね、はい、うん、ガラガラキューみたいな、中のベアリングはもう完全に死んでるね、ガラガラキューをちょっとこいつで復活してみたいと思います、なんか多少の復活ワンチャンあるよ的な、なんか雰囲気だったもんね、1回目かけた時、完全にドライで中にゴミがちょっと入ってる程度ならこのこれでうまいこと出してやれるぜみたいな感じにならないかな、いきます、ちょっとなじますよ、ちゃんと、あら、ゴリゴリは言ってるな、ダメだな、もう、ん？あ、でもさっきよりは、さっきよりは良きじゃない？あ、すげえ、あ、ほら、さっきとは全然違くない？うん、で最終的にゴリゴリで止まるけど、さっきよりは全然良きよ、多少の滑る効果もありだな、すごいな、これすごい、これはねすごいわ、これ認める、これはねこいつはすごい、ただ開け方が難しかった、いやーこれすごいな、今までねいろいろ試してきたの、レボリューション BB とかね、ドリフトオイルだとか、まあ、タミヤのベアリングオイルとかもそうだし、まあ、ユニクリーンをねパーツクリーンなんで寄縮して使ったりとか、まあ、いろいろやってたんですよ、でもね一番すごいかもこれ、本当にこれマジマジ、こう普通にねやらせとか企業案件とかでも全然なしに、もうねみんながいいっつってたから買ったとかでもなく、普通に買ってみて、単純に買ってみただけなんだけど、すっげえいい、これこれはね超おすすめです、うん、これベアリング好きな人はこれは購入すべきなんじゃないかなと個人的に思います、もうね100点満点中120点だね、これ大満足だった、はい、ということでこの動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたしますね、こちら ゆとりレーシングのペアリングオイル最高でした、入れ物以外はバイバーイ、ご視聴ありがとうございました、僕としゅんやさんで作るサブチャンネル
俺たちはいい人ではないというくだらないチャンネルもありますので、ぜひそちらの方もね、こちらの方からぜひ見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。